こんにちは、ピアノ初心者のためのパプリカその3です。ではまず前回の復習です。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び曲がり日差しの街、誰かが呼んでいる。ここまでやりましたね。では今日は夏が来る影が立つというところからですね。夏が来るじゃあまずここの部分なんですけれど、誰かが読んでいる、このここのファで終わっていました。では次、一つ飛んでラですね。ラ、ラ、そして真ん中のド、ラド、そして二つ飛んでファ、ラ、ド、ファ、ラ、ド、ファ、ここをラ、ド、ファ、ラ、ド、ファ、ラ、ド、ファって100回ぐらい練習していただくと、夏がのところに夏がっていう速さですね。夏が、そして来るのところがその後レ、ミですね。ラ、ド、ファ、その後が一つ飛んでレ、ミ、ラ、ド、ファ、レ、ミ。ラを親指で始めるといいと思います。何回も練習していただくと、夏が来るっていうところですね。その後影が立つ、同じくララドレですね。一番最初のところは、曲がりくねりラレドラレドでしたね。そのラは同じでドとレが反対になる、ドレラドレ、影がラドレ、その後シのフラットラドレ、シのフラット、ド、ラ、ド、レ、シのフラット、ド、ここが影が立つ、ラ、ド、レ、シのフラット、ド。では夏が来るからやりましょう。ラ、ド、ファ、レ、ミ、ラ、ド、レ、シのフラット、ド。歌詞でやると、夏が来る、影が立つ。そして早くやると、夏が来る影が立つ。その後ですが、あなたに会いたい、またシのフラットですね。シのフラット、そしてレ、ここはなんかちょっと飛びますね。シ、シのフラット、ドを飛んでレ、シのフラット、レ、ミ、レとミは隣ですね。レ、シのフラット、レ、ミ、ここがあなた、あなた、あなたっていうところですね。シ、レ、ミ、あなた、
その後は動詞ド、そしてまたシのフラットラ、シのフラットのすぐ横ですね、ラド、シのフラットラ、この3つだけをド、シのフラットラ、ド、シのフラットラ。にあい、あなたにあいのところですね。あなたにあい、あなたにあい、た、これはドのシャープですね。普通のドより半音上、シャープ。そしてレ。じゃああなたに会いたいからシのフシャープ、あ、シのフラット、ごめんなさい、シのフラットレミド、シのフラットラドのシャープ、ここの部分だけをゆっくりから始まって、最初はあなたに会いたいと、とてもゆっくりなんですが、あと100回ぐらい同じことを練習していただくと、あなたに会いたいっていう速さでできるようになりますので頑張ってください。そしてその次は見つけたのは一番星、見つけたのは一番星、見つけ、ここは隣の音ですので、隣の音ですので、ここは簡単です。レを、しかも、あなたに会いたい。で、これ、レで終わってて、そしてまた同じ音から始まって、隣の音、隣の音。レ、ミ、ファ。見つけ、レ、ミ、ファ。そしてまたレに戻ります。レ、ミ、ファ。飛びますけど、あとは全部隣の音へ、隣の音へ動いてますね。レミファ、ここだけ一個飛んでレ、そして隣の音。見つけたのっていうところですね。見つけたのドドの、その後一個飛んでドドワイ。見つけたのは一番星のはいのとこですね。見つけたのはいはいまで、はい、一番星、いいちばんぼし、ここがちょっと飛びますね。ドレファ、一番星というところですね。ドレはいいですね。ここで一個飛んでファ、そしてすぐ隣ミ、そして一個飛んでド、一個飛んでラ、一番星、ドレファミドラ。ここのところもこのドレファミドラ、一番星、一番星っていうところ、ここだけを何回も練習していただいて、人差し指から始めるとちょうどいいかと思います。一番星、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 あ、その次ですが、あらから始まって、一番ぼ、一番星、一番星、ここがらで終わってますね。そしたら、同じ音ですね。あ、
同じ音でラ、あーっていうあの中であってここあの半音上がってください。シの、フラットにあーラーシのフラット、そしてまたラに戻ってください。ラシラ、そして隣ソ、そしてラ、ラシラソラ、ここが明日も明日も、ラシラソラ、その後ちょっと飛びます。レ、ここにいましたね、ラ、そしたら2つ飛んでレ、晴れるかなのところですが、レ、どのシャープ、すぐ隣ですね。レ、どのシャープ、普通のシ、どのシャープ、レ、レ、どのシャープ、シ、どのシャープ、レ、レ、ド、シ、ド、レ、ここも薬指から始めるといいような気がしますが、でも動かしにくかったら中指から始めて、晴れるかな明日も、晴れるかな明日も、中指の場合ここがちょっと飛びますね。明日も中指で晴れるかな。さあでは、夏が来る影が立つから復習します。ラドファレミ、ラドレシド、あなたに会いたい、シレミドシラドレレミファレミドドレファミドラ、ラシラソラレドシドレ。では一番最初、曲がりくねりからやります。ごめんなさい、ちょっと譜面台が揺れてしまいました。ここまで歌詞と一緒にやると、曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る遊び、曲がり日差しの待ち、誰かが呼んでいる、夏が来る影が立つ、その3を終わります。その4ではパプリカ花が咲いたらに入ります。ではご視聴ありがとうございました。